稲葉国分寺は、鳥取県鳥取市国府町国分寺にある大幕州の寺院。三号は、最小三。本尊は、薬師如来。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に混流された国分寺のうち、稲葉国国武装寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院と共に、寺院跡である稲葉国分寺跡と稲葉国部天寺の、 推定値についても解説する。聖武天皇肖像創建は不詳。天平13年の国分寺昆流の御事のりの後の創建とされる。延長5年成立の演儀式取税上では国分寺領として稲三万束が規定されている。その後の変遷は不詳。稲葉民団記によれば、もともとは騒動であったが、遠方年間に活然によって道具が再建され。 鳥取藩から寺領二万国を受けたという。天保五年の寺院、山伏官主五面地町では、境内平地一旦三歩のうち四世余りが上地とされている。また本寺は光善寺であった。近代以降については次の通り、当祖石掃除跡の地域は二町四方と推定され、現在の国分寺集落と重複する。主要仮乱として、当 難問が認められているが、ガラ配置は明らかでない。移行の詳細は次の通り。その他今度の位置は、細男神社境内付近に、注文の位置は、集落南中央入り口付近に推定される。地域からの出土品としては変わら、土器片、柱がある。田園那葉国分二次礎石二次跡の所在地は、つまびらかでないが、 国分寺の西方の北ッケ集落の地に存在が推定される。北ッケ集落付近に残っていたという礎石の多くは、江戸時代の常を押し寺金流寺に持ち出されたというが、道地のう湯の井戸付近には、江戸時代に掘り出されたという組織が置かれている。この礎石は蝶図鉢に加工されて、庭に置かれ、その後に集落外に持ち出されていたが、近年に現在地に戻されている。 北ッケ集落周辺の水田では発掘調査が実施されているが、現在までに遺構は検出されていない。なお、国分寺集落と北ッケ集落の間には、犬塚という石碑がある。これは、国分寺、国分山寺の両寺に飼われた犬が両寺の間で、死んだという伝承に由来するもので、江戸時代に石踏みが建てられ、現在は鳥取市指定史跡に指定されている。 稲葉国分寺跡に関するカテゴリありがとうございます。